ごきげんよう、ゆりえです。やあ、9月22日 INI 高塚ひろむくん主演、声優、まあ、いいか、主演、ストールンプリンセス、キーウの王女、リエさん、高橋リエさん、キーウの王女とルスラン公開おめでとうございます。ああ消えた。たった今その映画見てきましたので、その感想を飲みながら喋っていきたいと思います。もうね、自分が声優ですって言ってますし、まさか主演やると思わなかったけど、 INI がね、ファンですって言ってるのに何にも触れないわけにはいかないじゃないですか。おかしい話じゃないですか。映画の公開から数日経った状態でこの動画を公開するつもりではいるんですけども、一回見てきた人向けの動画を撮ってます。っていうのも、一回じゃないでしょ、見る。何回か行く方もいらっしゃると思うので、その人向けに、まあ、より、なんか、楽しめるものが一つでも増えればいいなと思って動画を撮ってて、で、初めてこれから見に行くよっていう方は、見ない方がいいと思うので、そのままチャンネル登録を、下のチャンネル登録ボタンを押していただいて、あ、まだの人、まだチャンネル登録、してないんだよねっていう方はぜひ押していただいて、そのまま動画そっと閉じた方が、より一層映画の方は楽しめるかなと思います。で、見たらまた帰ってきていただいて、こちらの動画を見てまた映画を見に行くっていうのが、一番いいんじゃないかな、この動画の正しい使い方というか。で、まず映画なんですけれども、違うか。そうだよね。一番気になるのは、で、ヒロムどうなのって話ですよね。ルスランのキャラクターよりも先に声がするんですよ。ルスランの声がする。ルスラン喋るの。そこからスタートなんだけど、その声が、マジめっちゃいいの。めちゃくちゃ良くて、まあ、世に解き放たれた声優高塚ひろむの声がですね、めちゃくちゃいいんですよ。いよいよ声優が生まれたんだなっていうワクワク感。高揚感で見てて、こうやって見てるわけですけど、ずっと気持ち悪いぐらいマスク越しにニヤニヤしてた。あ、もうこれやったじゃんって思ってずっとこうルスランと、あとレスターがのやりとりがあるんですけど、あの二人の対比のバランスの良さみたいなものもすごく良くて、なんか全然映画まだ終わってないのに、声優この2人のやりとりまた聞きたいって思うぐらいには、ルスランとレスターのやりとりすごい好きで、予告とかもそんなに私見てないんですけども、なんか見れないというか、ちょっとこう自分がその仕事柄そういうのに携わってるので、まあフロイニのラジオドラマが聞いてるんですけども、あれだけの判断で見に行ったんですよ。まあ大体こんな感じかなみたいな。よりによって相手が高橋理恵さんなんだと思って。あ、理恵さんなのって思ったんだけども、だからちょっとそこで大丈夫かなっていう不安はあったんですよ。ただ、見たら、で、聞いたら、まず、すげえ声いいなと思ったの。なんかその、特に私はレスターって呼ぶ声とか、その真面目なシーンで相手にこう、投げかけるとか、飛ばす声がすごく綺麗でクリアではっきりしてて、てか叫ぶシーンがとにかくうまい。彼の喉の強さっていうのもあるのかなって思いますし、鍛えられた声だなっていうのを思いますね。まあでも本当に苦労したんだろうなっていうのが随所見える。それは高塚くん、ひろむくんだけじゃなくて、みんな、これやばいなって思ったのが、まず作品がとにかく展開が早いんですよ。びっくりする。瞬きしてる間に終わってる、次行ってる、飽きがないというか、なんかまあお国柄もあるんでしょうけど、ピクサー作品のノリともまた違うし、日本のアニメの、その余韻みたいなものもまあないので、展開がとにかく早いです。飽きが全くない。これ惰性もないし飽きもないしっていうので、もうトン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 進むんですよ。ほぼほぼ全部のシーンに笑いがあるというか、マジ動物かわいい、かわいい。青い鳥ちゃんがかわいい。うなちゃんかな。うなちゃんがかわいい。で、話の展開が早いんですけども、早いっていうことは、演出での説明っていうものがほとんどなくて、全部、キャラクターの喋り頼みなんですよ。これ私の主観ね。私の主観だと、物語の説明って全部キャラクターが話すんだなと思って見てたんですよ。だから、セリフ量がマジ多い。えげつないぐらいセリフ量多い。
なんかカタカナの名前が出てくるんだけど、待ってその人誰だっけっていうのがあって、まあでも分かります、見ていけば分かります、あ、そっかあの人かっていうの分かる、分かるんだけども、途中で私は一瞬見逃した。それぐらいも展開が早いので、飽きる間もないし、惰性もないし、ここ長いなーっていうところもない。全くないです、それは。そのテンポよく進むのが、キャラクターが主に説明するんですよ。ってなると、声優頼みなんですよ。誰が出てきて、何をしたかっていうのが、全部声優が説明するんですよ。キャラクターが説明するんですよ。だから、まあ、大変だよね、あれね。長台詞とかも飽きさせるわけにいかないし、一辺倒の喋り方だったら当然飽きるし、それを考えてみれば、まあ、声優経験初めて、まあ、それはわかるけど、芝居経験がほぼほぼないじゃないですか。あのドラマ君の花になる、まあ、ちょこっと出てきた感じで、あとはもうフロイニのラジオドラマなわけですよ。もっと言ってしまうと、デビュー2年目ぐらいじゃないですか。2年ぐらい前まで学生さんだったわけでしょ。ちょっと一個でも、え、今何言ったっていうワードがあったら、マジで置いてかれるというか、全然わかんなくなるんですよ。で、何箇所か耳だけで、目を閉じて、映像見ないで耳だけで聞いてて、どうなんだろうと思って、意地悪いよね。聞いてて、今何言ったっていうセリフが一つもないの。本当に一つもなかった。声に浸りたいなって思ったからやったんですよ。こうちょっとこういい声に浸りたいなって思ったから、今のいいなぁ、喋ってるいいなぁと思って、ヒロム君だけに限った話じゃなくて、あ、なんか目閉じてこうちょっとこう声聞きたいなと思ってやったんだけど、全然今何言ったっていうシーンがないぐらい滑舌がすごく良くて、でまたさ、ヒロム君のやる役っていうのが、まあ主役すごいよ。レスターって呼ぶだけで、あ、今の子が主役だ、今のキャラクターが主役だっていうのが分かるぐらい、声の誠実性がすごい。分かる。あれは分かるよ。やっぱ主人公ボイスってもう使ってっていいんじゃないかなってくらいに、本当にあの主役の声、純粋さみたいなものもあって、なんかこうちょっと抜けた感じの可愛さみたいなものもあるんですよ。で、物語進むとよりそれが見えてくるんですよ。愛らしさというか、なんかちょっとこう憎めないみたいなところもあって、すごくこう主人公性があるというか、なんかそういうキャラクターだったなと。挿入歌、 YouTube で最初に挿入歌聞いた時の感想は、淡々としてるんだなこの曲って感じだったんですよ。劇場で今流れるわけですよ。同じ曲とは思えない。これどうだろう、いい意味なのか悪い意味なのか分かんないけど、私的には、え、映画館で聴いてよかったなって思う。全然違いますよ。でも同じ曲だよね。あれ流れたんだよね。多分あれが流れた、あれ新曲じゃないよね。多分ミニちゃんが、ヒロムミニが好きなヒロムくんの成分が強いんですよ、あの歌声に。分かんない、 YouTube の歌はヒロム成分が弱いんですよ。でも劇場で聴くとヒロム成分マシマシになるんですよ。すげえいい曲と思って。ぜひ聴いていただきたい。劇場で聴いてほしいかなと。曲つながりで言うと、まあ、マイストーリーは、スクリーンから、スピーカーから、聞き覚えのある、愛着のある声がするの。ヒロムくんだけだと、アニメ映像もあるせいか、INI 高塚ヒロムっていう感じが本当に何にもないんですよ。たまにこう自分で頑張って、あ、ヒロムくんのこの言い方いいな、あ、ヒロムくんかっていうのをこう何回も何回も繰り返すんですけど、私はそれを映画のその物語のシーンの時はそうやって思ってるんですけど、 INI のマイストーリーが流れてる時は、私がめちゃくちゃ聞いている声が劇場から聞こえるって感じなので、あ、泣くんじゃない。そこなんかずっとこうジーンとしてて、鼻の奥がずっとツーンとしてて、なんでしょうね、なんか私別に何もしてないのに、なんかこう報われた気持ちになったというか、うわなんか、あ、ジンくんの声聞こえる、フェンファンの声聞こえる、あ、キョウちゃん来たみたいな感じなのよ。一緒に楽しみながら聞いてるんだけど、だからもうみんな聞き覚えのある声が劇場から聞こえる、映画館でするの、不思議な体験ですね、あれは。なんでこの、動画が一回見た、すでに映画見た人向けの動画かっていうと、まあ、ちょっとまあ裏話というか、吹
吹き替えなわけですよ。吹き替えってどうやって撮ってるのか、どういう苦労があるのかっていう話をさらっとだけしようかなと思ってて、でそれを聞いたらきっと次2回目3回目10回目って見るときに、あ、ヒロムくんここ大変だったんだろうなって思いながらまた見るのも楽しいかなと思って。アニメはやっぱり絵が強いので、日常こうやって喋ってる声だと、声っていうかその喋り方の抑揚とかだと絵に負けるんですよ。なのでもうオーバーにより大きい表現っていうものが求められるんですね。だから普段の喋ってるヒロムくんの喋り方、雰囲気、話し方っていうのは全く通用しなくなるし、イニシアターよりもよっぽど大きい表現っていうものが求められます。実際アフレコでマイク前に立つと、もっとやってもっとやってって絶対求められてると思うんですよ。もっと怒ってもっと悲しんで、でもっと喜んでが多分一番難しい。わーいって喜ぶところが割とどの人も苦戦するんですね。イニシアターと比べた時に何が難しいかっていうと、やることがめちゃくちゃあるんですよ吹き替えって。アニメもそうなんだけど、もちろんマイク前に立つと、で台本を持つと、映像があるわけで、その映像に自分でこう好きにお芝居していいわけじゃないんですよ。で相手役がいるし、タイミングを合わせないといけない。ただアニメ、よく皆さんがそう深夜とかに見るアニメはその、まあ、よく言われてますけど、録音する段階では絵ができてないっていうのがほとんどなんですよ。ただ吹き替えは全部できてるし、変えることができないし、外国の方の音、声が入ってるので、それに全部合わせる。で戦うシーンとかなると、息遣いがめちゃくちゃ多いわけですよね。その息を走ったりするだけでっていう声が必要なんですけども、ブレスの仕方もキャラクターに合わせないといけないので、キャラクターが同じように息弾んで、息を吐いてる時に自分も吐いて、吸ってる時に吸ってってこともやるし、まあ、ちょっと自分で動きながら、声優でもねやっぱ動くんですよ。剣をどうのこうので、ヒロムくんがこうやってやってましたけど、あれは本当に声優も我々も思わずこう手が出てしまったりとか、走る演技をする時とかもこうちょっと音を立てない程度にこう足をこう動かしたりとか、実はちょっと動いたりしてるんですよ。もちろんその服の音とかしないように、その手音鳴らさないような程度で動いてみたりとか、あともう台本読みをその家でしてる時とかはもう一回動いてみたりとか、必ずもう最初の段階はそこからスタートです。まあ、戦うシーンがあるんですよ。敵がいるんでね、ルスラン頑張るんですよ。戦うシーンでちょっとこうなんだろう、重厚感がある、これ以上言ったらネタバレになるかもしれない、重厚感のあるところとか、ちょっとこう軽めなところとか、あとどこにこうなんだろう、当たってるかとかが分かるところがあるんですよ難しいけれども、その違いを、面白いんですよそれが全然劇場が、まあ、ない中でもう公開しただけですごいことなので、逃げ道で言ってるわけじゃなくて、でもあんまりこうプレッシャーに感じないでいただきたいのが、今後もし高塚くんがお芝居やりたいとか声優やりたいってなった時に、自分の経歴に書けるんですよ。過去の出演作品ってとこに主役をやりましたって書けるんですよ。映画です、主役です、まあ、それだけで、なんだろう、今まで通らなかったものが通ったりするんですね。一つの作品を主役って書けるか書けないかっていうのは全然違ってて、でそれこそ匠くんもそうだと思うんですけど、匠くんはもともと芸歴がある子 で舞台の経験がある子ですよね。だからドラマに出られるんですよ。これが全く演技経験ありませんだったら、ドラマの主役はできないわけですよ。よっぽどのことじゃないと無理。マネージャーさん次第で、例えばそのうちの、INI 他にもこういう声の子がいますよとか、まあ、それ次第でもしかしたら次の誰かが出るかもしれないし、まあ、今回無事に映画公開ということができたことで、何かまた INI、ヒロム君もそうですけど、INI の他の子たちにも何かこう仕事がつながって、新しくこう、なんか出会いとかが生まれたらいいなって、つながりが生まれたらいいなっていうのを思いつつ、ここで締めます。というわけで、グッドボタン、コメント、それからチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あんまりこう、なんだろうな。まあ、我々にまだいいんですけど、この間、ちょっとこう良くないコメントあって、これあげたら悲しむ人がたくさんいるだろうなって思ったので、そういう時はコメントの掲載を控えさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
終わります。新曲楽しみですね。ごきげんよう。またねー。